波号第202潜水艦は、日本海軍の潜水艦。波201型潜水艦の2番艦。太平洋戦争末期に巡航したが外海に出撃することなく、戦後に海没処分された。建造中の波号第201潜水艦と波号第202潜水艦丸1計画の潜水艦賞第4911号艦型の2番艦。 火唱艦名第4912号艦として計画。1945年3月1日、佐世保海軍交渉で火唱艦名第4911号艦と同日に寄港。4月5日、波合第202潜水艦と命名されて、波201型潜水艦の2番艦に定められ、本席を佐世保陳府と仮定。4月19日、偽装院事務所を 佐世保海軍校省内に設置し事務を開始。4月23日、波後第201潜水艦と同日に浸水し、本席を佐世保鎮守府に定められる。5月31日、波後第201潜水艦と同日に巡航し、偽装員事務所を撤去。駅務を佐世保鎮守府練習圏警備潜水艦に定められ。 五潜水戦隊第33潜水隊に編入。胴体で訓練に従事。7月20日、第6艦隊霊下に新編された第52潜水隊に編入。終戦時は内海西部で訓練中だった。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。1946年4月1日、五島列島、機内島沖でアメリカ海軍により海没処分された。 肘焼吉隊、1945年4月15日から1945年5月31日。肘焼吉隊、1945年5月31日から1945年11月29日。本来の艦名表記は並、広大202潜水艦。ありがとうございます。